皆さん、こんにちは。あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。人類史と世界の仕組み5、デイビッド・J・イデオニスさんの著作、原爆と秘密結社。この動画は、原爆と秘密結社という著作の内容を皆様にシェアをさせていただいて、皆さんと共に、人類史と世界の仕組みを考えていく目的のために、皆様にお届けします。ですね、この原爆と秘密結社というのは、現代をアトミック・ボム・シークレッツと言います。で、出版年が2014年と2015年の2つあります。で、これはですね、内容を読んでいくと、初版を発行された後ですね、原爆投下に関する政府の見解がですね、変化をしてきたということを、私がですね、読んだ、購読をしたですね、書籍の中に記載があったので、アメリカ政府が原爆投下に関してですね、変化を変えてきたというところを記載されたのが2015年版ではないかというふうに推論しております。それではですね、画面を共有させていただきます。こちら、ご覧になっていただけてますでしょうか。原爆と秘密結社、こういうですね。ごめんなさい。で、こういう、表紙、表表紙の本になります。で、この本ですね。この本との出会いは、私がですね、2023年の3月にですね、ある私立の学校の夏合宿に、講師として講義をですね、提供してきました。その時に来られていた講師の方と話をしている時に、遠藤周作さんですね。その遠藤周作さんが、アメリカの人たちですね、長崎で、原爆に関して、なぜアメリカ人はクリスチャンの頭上に原爆を投下したのかと。まあ、それはですね、よく考えれば、ヨーロッパもアメリカもですね、キリスト教の、まあ、国が多いと。で、キリスト教の信者である、まあ、アメリカ兵がですね、わざわざ、浦上天主堂ですね、長崎に。その頭上に原爆を投下したというところから、遠藤周作さんがその質問をしました。で、その質問に対してですね、その場にいた、アメリカの人たちは、人ごとも答えることができなかったというエピソードをですね、その時の夏合宿で、お会いした方から教えていただき、その2日後です。その2日後に、地元の図書館でこの本を見つけました。このですね、その流れはですね、後からですね、シェアさせていただきますが、こちらですね、2021年の8月11日ですね、おととしの8月11日に、プロジェクト日本にアメリカが原子爆弾を投下が投下した背景を理解するというブログの記事をですね、まとめております。この時から、どうしてアメリカは日本に原子爆弾を投下したのかというその理由をですね、調査をずっとしてきたという背景があり、そこで先ほどのですね、2023年8月の、夏合宿での、ある方との出会いにより、遠藤周作さんのエピソード、
で、この本に出会うという流れが、ありました。で、これですね、シリーズもので皆さんに動画をご提供しますが、1回目のですね、今回は、私がこのですね、原爆と秘密結社の本をですね、購読しようと思ったですね、背景を、ある一定の流れに従って、結果的にこの、書籍をですね、購読することになったという、バックグラウンドのですね、説明とさせていただきます。ちょっと画面切り替えますね。私はですね、広島県三原市の出身です。ですから、広島にですね、原爆を投下されたということについて、ごめんなさい。について、毎年ですね、小学生の時、夏になると、その原爆に関する、学習ですね、を授業で、やってました。で、その中で出会ったのが、今画面で皆さんとシェアさせていただいております、話の件です。で、この話の件はですね、原爆に興味があって読んだんですけども、読む時の感想はやはり怖いですね。非常にその描写がリアルであり、で、これまで見たことのないような、人間の姿をですね、原爆によって飽きたがれた皮膚に語り下がっているような人の描写がですね、漫画の中にあるということで、強烈な印象が残っていました。で、このですね、私の言が今24カ国語に翻訳をされて、世界中の人に読まれているということをですね、特集した動画がありますので、で、これをですね、皆さんと一緒に、見ながらシェアをさせていただきます。では、動画スタートします。の作品が週刊少年ジャンプで発表されました。嵐の原理。これは、私の言が、連載開始されてから、50周年。ということの、記念のイベントをやったというところに関する動画です。複数の言語で翻訳されました。翻訳した人のほとんどが無報酬、ボランティア。もっとね、言語としていただいて、いいではそのことが、あれが、気持ちという方法にね。学生ナンバーで、この試合で準備。被爆地、広島で行われた G7 サミット。言の記憶を呼び覚ましました。中澤啓治さんの自宅にあるものに。中澤さんは2012年に亡くなりました。原の続編を書こうとしていました。1ページ半ちょっと書いてた。そこまで見当たるといけない。で、それで、申し訳ない。って断ったんですよね。中澤さんが亡くなった翌年、訪ねてきた人なんです。名古屋で暮らす坂東弘美さん。この時、坂東さん、裸足の言を外国語にする作業を進めていました。坂東さんが取り組んだのは中国語版。全10巻のセリフ、日本語などを日本語から中国語に訳します。これが一番大変な先生の気持ちいい。誰かに言うときか、あだな、こうかなって。ラット数はおよそ2万。一巻を訳すのに平均8ヶ月かかります。
フリーアナウンサーの坂東さん、中国のラジオ局で働いたことがあります。中国の人たちに原爆の無謀さを知ってもらうため、中国語版を作りたいと高澤さんに申し出ました。歴史を忘れないで、未来を平和なものにしていこうっていうのは大きな大事ですよね。ただ広島はひどかった、長崎はひどかったっていう物語ってところがね、最大の魅力ですね。坂東さん、高澤さんの自宅を訪れた時に、外国語版を作った人たちが集まりました。大島さんとアランさんは英語版を作ったコンビです。それでも元素もないね。本物もあんま元できてない。素晴らしい作品だから、英語版するに、努力したいって気持ちでしたけど。元の翻訳がきっかけでできた。みんなね、全然もう、自分で儲けとかそういう選定なしでね、ボランティアで、本当に元を心からやって。話の言語、英語やロシア語など、現在24の言語に翻訳されています。先駆けとなったのは、1979年にアメリカで出版された英語版です。英語版が生まれた時、東京・武蔵野市。共同生活してた、本たちが住んでたり、あとに出ますけど、やっぱりそうです。当時、アランさんは学生や外国人が共同で生活するフリーステン、ミルキーウェイの住人でした。日本文化を学ぶため、アメリカから来たアランさん。ミルキーウェイに集まる若者の手で、裸足の言は英語に翻訳されました。英語の手で出し切ってる。見てください。あ、これが現場に、なんかで、さなかの人に、どういう遺産があったみたいな。また英語ですか、はい。あ、じゃあ、英語チェックの方針が、説明できます。出てしまった。英語版制作の中心だったの、大島雅宏さん。ミルキーウェイに集まるための、いわゆる、リッピーの一人でした。アメリカで行われた平和集会に参加したことが、裸足の言の英語版を作るきっかけでした。バフは、アメリカとか神の財に対して誘って起こした日本人に対して神を返してます。ベルーって言われてもね、進学論争で反応できないんですよ。私の感が、あ、裸足の言。急遽、日本から裸足の言を送ってもらうことです。その時はこういうことです。これで、してちょうだいって言っちゃうわけです。これがもう最初に作った作品なんです。それがだから、英語にするとこういう日本語の画面がこうなります。ちょうど逆につなげて。ページの開き方の違いで、コマの並びが逆になるのです。コマを一致して、ページの上の順番を逆にする。結構いろいろ試行錯誤してましたが、3年かかりで出版に続けることができました。しかしアメリカでの販売が振るわれ、初版の英語版は2巻で打ち切りになりました。アメリカといういわゆる市場が一番難しい。やはり社会者の人で、すぐ制度化しようとする人が少ないので、初版の理由でも実際の現地で聞いたという結構強いです。これが現在のことで、何かが、アジアで知られないかもしれません。そういう感じで、見てるんです。私の言が描いているのは、原爆による被害だけでは、戦争に至るまでの日本国内の、そして、旧日本軍による侵略行為についても触れています。中澤さんが亡くなる4ヶ月前に行われた講演会。もう、戦後から今日は、全然、その感じがしないんです。坂東さんが中国語版にこだわる理由の一つで、父親の従軍体験です。父親は1937年の南京攻略戦に参加。現地での体験を手記に残していました。占領した集落には、残敵がいるかもしれないので、総統を隅々まで。家の隅に一団になって隠れていた不助士を見つけ、始末を止まった。やむを得ず、中堅で視察せねばならぬ。一番かわいそうであったのは、一団の中で若い母親が子供を抱き、泣きながら助けを得る。期間中で犠牲になったのを受け入れる。これも、今も脳裏に焼き付いている。私、見てないんです。
から中国の方に会うと、私は最初にね、あの戦争時代にはね、本当に申し訳ないことをしましたって謝ることにしてるんですけど、天の怒りは原爆だけではなく、日本の行為にも向けられている。それを知ってもらうため、坂東さんは中国で出版しようとしました。しかし、当局の許可がおりませんでした。時期尚早という理由です。その意味を坂東さんが痛感したのは、2016年、当時のオバマ大統領が広島を訪問した時です。現職のアメリカ大統領が初めて広島を訪問したことで、核兵器の廃絶に向けた一歩となることが期待されました。その一方で、坂東さんは中国語版10巻を完成させ、2016年に台湾で繁体字版が出版されました。中国本土での出版は今もかなっていません。裸足の弦の英語版は出版社を変えながら全10巻が翻訳され、インターネットで世界中に販売されています。広島の原爆資料館です。It's a quite well-known graphic novel, also in Europe. I've not read it. Since I saw it, I thought it was curious, and I'd like to take a look at it. 言語を世界に広めようという動きがある中で、今年、広島市の教育委員会が平和教材から裸足の言語を削除し、内容を差し替えました。時代背景を説明するのに時間がかかる、などの理由がある。びっくりしましたね。それ、みんなが騒ぎ出したら、こんな大事になるの思ってなかったっておっしゃってましたよね。想像力がなさすぎる。教材から消された裸足の言語。その1ヶ月後、核兵器を保有する国3つを含む G7 の首脳が広島に集いました。5月に行われた G7 広島会議。議長国日本はゼレンスキー大統領の参加を国費で進めていました。広島の地で強調したのは、ロシアのウクライナ侵攻に対抗する G7 の連帯、そして中国への牽制でした。国際社会は今、力により一方的に国境線を転換しようとし、ロシアの防御、まとまったりし、歴史の転換期に立つんです。世界のどこであり、力による一方的な現状変更の試みは決して認められません。核兵器の廃絶。この動画のシェアは一旦ここで終了します。この動画はですね、説明欄のところに、URL を貼り付けておきますので、引用資料として、もしご関心がある方は、ぜひですね、続きもご覧になってください。で、次がですね、最後にちょっとお見せしましたけれども、こちらのブログの記事です。プロジェクト日本にアメリカが原子爆弾を落とした背景を理解するというものです。これはですね、この2021年8月11日の時、今の日本社会の感染の原則がどのようにできたのかを知るという目的でした。ここに書いてありますけど、実は私、2020年から2025年までの世界中の行動がその後の世界を決めると、私の直感が言ったということで、その中でですね、このブログの記事を書きました。でですね、ここにその、この記事を書いた背景が書いてあるんですけども、途中で、動画が切れてしまってすいませんでした。ここからまた再開をしたいと思います。このですね、そのブログ記事ですね。このブログ記事を書いた背景は、この2020年から2025年までの世界の中、世界中の人の行動がその後の世界を決めるというふうに、私の直感が言ったことと関係するんですけども、私ができることとして、G7 サミット広島2023でに向けて、私ができることをやるということから、この、広島に原爆を投下した理由ですね、アメリカが。この記事をまとめることにしました。で、
まあ、これが人類史とですね、世界の仕組みを、その後ですね、私がこの原爆を中心として、考えていく、まあ、大きなですね、起点となってまして、このですね、記事を書くまでにですね、グローバル企業、P&G の御曹司であるフォスター・ギャンブルさんがお金の流れをですね、追って、世界の仕組みを調査した結果がですね、このスライブという動画に、まあ、まとめられていてですね、で、そのスライブがですね、まあ、それまで私が知っていた世界の仕組みとは全く違うものとして描かれていたので、もしかしたらフェイクかもしれないなと思ったので、スライブがフェイクかどうかということを、その後もですね、ずっといろんな情報を確認しながら、検証してるんですけども、未だにですね、このスライブがフェイクであるという確証が得られていません。このスライブではですね、国際金融資本家という人たちが、今ので西側諸国が広めてきた経済金融政治システムの頂点にいて、まあ、人口を削減する計画をですね、時のアメリカ政府が実行しているとかですね、景気の循環が、まあ、左右され、あ、を操作をしているというようなことが、この調査の結果として、まとめられています。で、このスライムではなくですね、友市秀人さんの戦争論ですね。戦争論という著作の中で、戦争の前には必ず不況があると。つまり、不況はですね、景気の循環によって作られるものである。ですので、この二つから導き出されるのは、国際金融資本家はですね、景気の循環を操作して、不況を起こして、で、まあ、戦争が起こるようなですね、状況に世界を持っていくと。で、その、友市秀人さんは、戦争論という著作の中で、友市さんからの、の視点からはですね、戦争というのは相手の国の国民、そして自国民から、まあ、搾取をすると。もうそのための手段になっているというふうに、まあ、友淵英人さんはその戦争論の中でお話になってらっしゃいます。で、そういうこともあってですね、まあ、アメリカが、まあ、そういうその世界の流れをですね、表に立って、まあ、作ってきているというふうに私が、まあ、捉えることができたので、ここでですね、日本に原爆を落としたと。で、アラブの国の人はですね、どうして日本は原爆を落としたアメリカと仲良くできるんだと。悔しくないのかというような、まあ、ことを言われる方がいらっしゃると。いう話も聞いております。まあ、そういうふうに、アメリカと日本の間、まあ、外から見るとですね、そういう関係性に、が不思議だと思う人たちがいるという状況が、なぜ作られているのかと。そこをですね、知るということが、これから先ですね、日本人がどう行動をしていくことが、世界の平和に結びつくのかというところにですね、手がかりを得ることができそうだというふうに感じたということがですね、この記事をまとめた背景になります。で、この記事はですね、NHK ですね、NHK スペシャル。原爆初動調査、隠された真実というこのテレビ番組ですね。これの前編と後編を私がですね、見て。で、まあ、その内容をですね、そのこのタイムラインとして書き出して、で、私のですね、この時点の考えを、まあ、後ろの方ですね、レポートですね。としてまとめたというものになります。で、このですね、そのレポート、ちょっと長いので、
かいつまんでですね、お話をさせてもらいますね。このレポートは世界からテロと貧困をなくす目的で公表すると。で、引用した資料はですね、フェイクではないことを前提としているので、引用した資料がフェイクであると、情報をお持ちの方はぜひ教えてください。この動画をご覧になっている方もですね、もしこの情報がフェイクであると思われるんでしたら、その根拠をですね、教えてください。でですね、その私自身の体験としてですね、内向きの目と外向きの目があると。これは私だけでなくて全てのですね。で、相手を理解した上で行動していくと。で、理解するために疑問に思ったことはですね、躊躇なくていくということをやり続けてました。で、外向きの目というのは相手の主張を理解しようとする目であり、で、自分の主張を通そうとするのは内向きの目だと。私は常にですね、目の前の景色をこう変化させるという意図を持って、行動してきてですね、その中で内向きの目と外向きの目を磨いてきた。で、アメリカがですね、原爆を落とした背景には、戦前の日本とアメリカの状況があると。で、この動画はですね、原爆を広島と長崎に落とした後の、アメリカとソ連の活動の記録となっています。で、この中で、アメリカのですね、軍人、グローブさんですね、その時は少将であり、原発復興開発やマンハッタン計画の責任者でした。私はですね、戦時の国際法の観点から、原子爆弾は大量破壊兵器であり、占領後ですね、被爆者の治療を行わず、臨床データのみを取り続けた行動は、人道上の罪になるんじゃないかというふうに考えました。で、グローブさんは、こう言ったと言われています。この問題は一握りの日本国民が放射の被害に遭うか、それともその10倍ものアメリカ人の命を救うかという問題であると私は思います。これに関しては、私はためらいなくアメリカ人を救う方を選びます。つまり、終戦はですね、原爆によって早めることができたということを、グローブさんこうおっしゃっていて、で、その結果として、もちろんアメリカの兵士もですね、本土上陸、本土決戦に向けて、上陸してですね、お亡くなりになる方が出たかもしれないけれども、そういう方が、少なくて済んだと。いうことをここで正当化されているということですね。で、物理学者のオッペンハイマーさんは、広島長崎では残留放射線は発生しないと、600メーターの上空で原子爆弾を爆発するので、放射性物質は成層圏まで到達して、地上に落ちるのを極めた少量というふうにもおっしゃったんですけど、結果的に残留その放射能があって、で、それは体内にも残ってですね、多くの被爆者の方の苦しみになったということは皆さんすでにご存知だというふうに思います。で、この時の私の結論はですね、資本主義と社会主義の覇権争いのため、アメリカは核兵器の装備が必要だと考えてですね、で、アメリカは日本に原爆を投下することによって、その後のですね、世界の覇権を握るということがですね、目的だったんだろうというふうに、この時私は考えました。で、結果的にですね、鈴木正夫さんは人道が正義に押し切られてしまったというふうにコメントをされています。ですから、原爆投下後のですね、アメリカの対応は、そうであり、で、国家のための国民なのか、国民のための国家なのかというふうに考えたときに、国家のための国民だったんじゃないかと、この時代ですね。そのように私は感じました。で、その国家のための国民における国家がですね、
まあ、時の大統領であるアメリカはルーズベルトさん、開戦ですね。日本は河野稔さんだったのかということですね。で、この時はですね、国家同士の視点として私はここで結論付けてるんですけども、さらにですね、俯瞰してみたときに、戦争は経済システムの中で行われていると。で、スライブによればですね、経済を牛耳っているのは一部の国際金資本家だという調査結果を出されているので、もう国際金融資本家がですね、何を考えて何に対してお金を使うことにしているかというところから、こういうことが起きているのか、もしくは、その国際金融資本家にはですね、意図はないんだけれども、そのお金を使って、何かをやろうとする人ですね、お金を使って何かをやろうとする人の意図が、戦争を起こしているのかというようなところはですね、未だにはっきりとしたその結論を私は持つことはできておりません。で、戦争をですね、意図的に作り出している人がいるという、主張をされる方がいらっしゃいます。で、それはですね、私は、それを否定する根拠がないので、もしかしたら、そうなのかもしれないなというふうに思っています。で、意図的にですね、戦争を起こし、で、兵隊が戦えばお亡くなりになるし、国民の犠牲になるというのが戦争ですから、で、それはですね、悪人が、それを意図する人は悪人ではないかと。で、悪魔崇拝者という方がいらっしゃるというふうに、私は、いろんなところで聞いているので、それを意図する人は、悪魔崇拝者じゃないか、というふうにも思います。ただですね、鬼滅の刃というアニメがありますけれども、その中にはですね、鬼には鬼な理由が示されています。また、人類史を振り返ると、ユダヤの民はですね、エジプトの奴隷であるヘブライ人から始まり、で、モーゼのですね、導きにより、出エジプトですね、エジプトを出て、イスラエルに国を作ったんですけれども、結局その後南北にイスラエルが分かれて、両方ともですね、消滅してしまった後、ディアスポラという呼ばれる、ユダヤの民が世界に、散らばっていってですね、生き続けたと。で、どこの、国でも迫害を、ただ、日本にもですね、太古の昔、ユダヤの民がやってきて、で、その中にはですね、穏やかな家系と乱暴な家系があり、で、穏やかな家系は日本中に神社を作り、で、乱暴な家系はですね、で、穏やかな家系は日本中に神社を作って、繁栄をしたわけですけれども、乱暴な家系はですね、時の日本のリーダーを暗殺して、結果的にその家系はですね、日本で途絶えてしまったという、人類史があるということです。ですから、各国でですね、迫害を受けたユダヤのためですね、ドイツのアドルフ・ヒトラーさんはですね、ユダヤ人を虐殺すると。ホロコーストをやるということを、実行されたという人類史が示すように、ユダヤの民はですね、いろんなところで迫害を受けたと。その国際金資本家と言われる人たちは、ユダヤの民であるというふうに言われていますので、そういう迫害を受けてきた人たちがですね、その自分たちが安全安心に生きるために、作ってきた、仕組みがですね、今の経済金融政治システムであり、その中で戦争をですね、意図的に起こすような人がですね、現れたんじゃないかというふうに思っています。でですね、こういう考察をした後ですね、で、さらに、
その先ほどお話ししましたけれども、まあ、G7 サミット、広島2023に向けて、まあ、三原、まあ、故郷の三原に戻ってきて、まあ、活動したことの中にですね、2023年の5月ですね、まあ、今でもですね、内閣総理大臣を務めていらっしゃる、まあ、岸田文雄さんに、まあ、期待、提言につながる期待をですね、このように差し上げました。で、こちらのブログ記事はですね、まあ、短くですね、メッセージを差し上げています。これを、まあ、最初から読みますね。内閣総理大臣、岸田文雄様、初めてご連絡を差し上げます。あなたの意思決定が世界を作る意思決定コンサルタントの下村拓司です。同郷の広島県ご出身の内閣総理大臣の誕生には、就任された時から注目をしております。私をこういう熱量で核兵器廃絶に向かって活動されていることを、もっと国民にイメージ的に示してください。日本は世界の文化と文明の最終到達点であり、人類の倫理と道徳の進化に貢献する役割を持っています。友好国におけるアメリカにおいて、現アメリカ政府だけが悪者になる流れを、米国自身でですね、解決するきっかけとなるようにリーダーシップを発揮されますことを期待しております。このやむにやまれぬ大和魂をビデオレターでお届けしますということで、合計4つですね。4月10日から4月28日まで、4つですね、ビデオレターを、下さん宛に、公開をしました。私は2020年から社会開発のコンサルタントをしております。私の仕事は時の内閣総理大臣、安倍晋三さんへの提言コロナ感染対策のエコシステムでした。その後、内閣とデジタル庁に対して合計6つ提言しました。で、これが残りの5つですね。これらの提言の趣旨は、日本の社会を疑心暗鬼にしないでほしいということでした。私のチームの中には、政府がこの提言通り政策を実行しているように感じます。下村さんは政府と同じことを考えているんですね、とおっしゃられる方もいますと。これはもしかしたら7つ目以降の提言になるかもしれないなと考えています。7つ目以降の提言は世界を疑心暗鬼にしてしないでほしいという趣旨になりそうです。難しい舵取りが続くと思いますが、お体を大事にされて、岸田さんが信じて臨むことを体現してくださいと。これをですね、岸田さんに送りました。で、先ほどのですね、ここの4つですね、4つの提言は、まあ、ウクライナですね、ウクライナとロシアの、紛争なんですけれども、これはですね、アメリカがウクライナの内政干渉してるんです。2014年に。で、もちろん、その、ロシアがですね、武力によって、ウクライナの領土に、まあ、侵攻したこと自体はですね、良くないことだと思うんですけれども、先ほどの鬼ようになる理由があるというふうにあるようにと言いましたけれども、まあ、ウラジミル・プーチンさんですね、は NATO の拡大、東方への拡大を懸念されていて、そうならないように、話し合いでですね、そのリスクを、減らそうと努力をされたんですけれども、どうもですね、ロシアの天然資源、西側諸国はですね、まあ、狙ってたという見方がありまして、で、そのロシアを追い込んでいったと。で、どうもですね、結果的にウクライナに、その、アメリカのブラックロックというファンドがですね、入ったので、そのファンドを通してですね、そのウクライナの、その、食料ですね、まあ、天然資源が、まあ、売買されることになって、ロシアに対するですね、その、の天然資源を西側諸国は手にできなかったんだけれども、まあ、ウクライナですね。ウクライナの、まあ、天然資源を、西側諸国がですね、自分たちの、まあ、経済的な、まあ、プラスにできるような状況をですね、まあ、作ったんだなというふうに思ってます。で、これはですね、その、
私はアメリカ、現アメリカ政府だけが悪者になる流れが加速しているというふうに感じているので、そのですね、その流れを米国自身がですね、変えるようなリーダーシップをG7 で発揮してほしいということをですね、お伝えしました。で2番目の基礎ともに切ることの合意は核廃絶につながる。で工業化をですね、長い間に西側諸国が世界で進めてきたんですけれども、工業化というのはですね、土から離れて生きるという側面があります。ですから、その土から離れて、その生きていくことはですね、人はできないと。だから、まあ、地とも生きるということですね。地とも生きるということは、自分たちが、自分が生まれ育った地域ですね。地域を大切、ふるさとを大切にして、で、その自分自身のふるさとが持続可能な、まあ、世界にしていくということです。貧富の差が拡大してですね、搾取する側と搾取される側の関係性をですね、ヨーロッパはアフリカに作り、アメリカは南米に作ってきたんですけれども、そういうことをやっていたはですね、どこの国もですね、地と共に生きることができなくなるというふうに私が考えているということから、この提言になりました。で、3番目のですね、核なき平和の世界に向けて、手段としてのマクロ経済と事実の共有ですね。でこれは先ほどその、戦争は、まあ、経済、システムなくで起きているということ。で、その、事実の共有というのはですね、原爆はどのような経過で、投下されたのか。そういう事実の共有。で、その経済システムのなとしてでの、その、まあ、戦争であって、で、ICANというですね、国際団体があるんですけども、その、2014年だったかな、そのノーベル平和賞を獲得しています。で、この団体がやってることはですね、核兵器を製造している会社に融資をしないようにしましょうと。その会社に投資している人たち、組織に対して、そういう会社には融資しないでください、投資しないでくださいということをですね、その訴えて、で、そういう会社をですね、核兵器を製造する、まあ、能力を落としていくと。まあ、そういう方々の活動をですね、知ったので、そういう方々の活動を引用して、三つ目の、まあ、ビデオレーターを作りまして、で、四つ目、被爆者証言が開く外交の由来というのは、その、キノコ雲の下で起きたことをですね、実際に世界中の人に知ってもらうと。それは、まあ、被爆者証言が最もですね、わかりやすい、のではないかというふうに考えましたので、でこの被爆者証言が開く外交の未来ということをですね、まあ、に期待しますということをお伝えしました。で結果的に、G7 サミットではですね、その被爆者証言を各国のリーダーの方がですね、聞かれて、やはり質問された方もいらっしゃるということですので、まずはですね、その実際キノコ雲の下で起きたことを、それを体験した人から話を聞くということが、まあ、実行されたということはですね、核なき平和な世界に向けての大きな一歩であったというふうに私は考えております。で、このですね、岸田文雄さんにこういう提言をしましたということをこうずっといろんなところにですね、お伝えをして、で、まあ、可能な範囲での協力依頼をしました。で、最初に出てくるのは、その市民活動の団体とかグループですね。で、三原市役所にも申しました。で、原ジョージさんというのは、公益資本主義ですね。まあ、お金がお金を生むとかですね、
そのファンドがですね、世界中の富をですね、世界中のグローバル企業の株主になって、その従業員の給料ではなくて、もう株式配当を増やせと。で、それは結果的に貧富の差を拡大しているので、そういう株主資本主義をやめて、まあ、公益資本主義にしていきましょうということを、2010年代ですね、2010年代からずっと訴えられている方です。で、あとは、岸田さんですね、事務所にも提言をして、広島市とか広島県ですね、あと長崎市、長崎県、あと三原市、あと原爆の団体ですね。で、この寺田さん、井ノ口さん、古賀さん、森本さん、谷合さんで、草加さん、で、西岡さんですね。これはですね、この角川さんですね。これ、若者の、過去の平和をですね、推進するための、世界にしていくための団体なんですけども、この角川さんのですね、そのイベントに参加された政治家の方が分かったので、政治家の方々に、まあ、メッセージを差し上げました。で、あとは、まあ、世界中の人ですね。で、あとは、浜田省吾さんは広島出身で、まあ、愛の世代の前にという、まあ、歌を作られたんですけども、その内容はですね、核兵器、に関する内容だったと理解をしているので、その浜田省吾さんにも、協力依頼をしたと。で、岡野昭仁さんと新藤春一さんは、ポルノグラフィティですね。インド州出身、なんで広島県出身という関係です。で、あと、テッシュル・エキサオさんは私の出身である、まあ、塩野義製薬の社長さんであり、日本経団連で、新浪さんはですね、経済同友会の会長さんだったので、まあ、メッセージ出しました。あとはサッカーですね、サッカー関係者。あとは全国自治会、市長会、全国町村会に対してですね、まあ、国の範囲で協力を依頼したということが、2023年の4月10日から8月1日までにやったことですね。で、このですね、3つ、まあ、今回、報道しましたが、3つの、活動、まあ、引用情報なんですけれども、まあ、こういう、活動を、した後、先ほどの、原爆という見つけ者に出会ったと。ということです。ではですね、こちらですね、これちょっとですね、原爆取付者の初めにの部分まではですね、皆さんとシェアをさせていただいて、まあ、初回の、この動画は終了したいと思います。こちらですね、現代はアトミックボームシークレッツです。で、この原爆と秘密結社はですね、私は広島出身なので、まあ、広島に関することは一生懸命、領収したんですけれども、実はですね、長崎を標的にしているということが、まあ、この原爆投下においては、非常に意味があるということを、このデイビッド・ジェイ・ディオニスさんですね、著者の方が、調査をした結果として主張されています。で、このディオニスさんはですね、元米国陸軍の情報将校で、まあ、トップシークレットの情報ですね。で、それをずっと、まあ、ご覧になっていてたと。で、その後ですね、金融保険業界に、除隊をされた後、移られて、で、要は、お金の流れを追って、で、要はその、一般的に報道されているような、
物事の決まり方をしていないと。それは、先ほども引用したですね、動画スライブの中で、ポスターギャンブルさんが調査した結果と、まあ、同じことです。符号が一致しているということです。まあ、そういうことをご経験されたので、まあ、世界の仕組みですね。それは、まあ、原爆というものを中心として、調査をした結果を、まあ、ここにまとめられています。で、5ページと6ページは、この著作の始めに当たる部分なんですけれども、そこにですね、ここに書かれてあるようなことを主張されています。真実は権力によっていとも容易に操作され、いとも簡単に隠されてしまう。国家も世界もある限られた特権集団、グローバル規模のネットワークを持つごく少数の影の権力者たちによって動かされている。という真実が。で、6ページには、それはまさに文字通り、ルシファーを信奉するサタン勢力としての本性です。いつ彼らは自分たちの手は一切誤殺、これまで数多くの内乱や、そして戦争を当事者には、そうと意識させない巧みなやり方で起こさせてきました。ディオニシさんのですね、調査結果によると、まあ、一説によれば、ソロモン王ですね。ソロモン王の時代から、まあ、そのサタンを信奉する悪魔崇拝者にあたる人たちがですね、秘密結社。この本の中では死の決命団という名称で使われているんですけれども、そういう秘密結社を作ってですね、まあ、世界を支配しようとしてきた。で、その勢力が、アメリカの、軍による、その原爆を、開発をやり、で、まあ、長崎に原爆を投下したと。で、長崎はですね、その軍港の町だったんですね。軍港の町だったので、もしですね、戦争をやめるために原爆を投下するのであれば、まあ、軍港をですね、を破壊するということがですね、まあ、戦争を早く終えるという目的に直結するはずなんだけれども、なぜかですね、その、村上天主堂という、まあ、キリスト教の聖地ですね、を破壊したと。ということです。ですから、この一番下の行にある二中括弧はですね、私の、コメントとして記載をされしております。なぜ長崎では軍港ではなく、浦上天主堂を破壊したのか、まあ、そこには秘密結社の意図があるということです。で、今回はここまでにして、次回からはここにありますように、第1部、第2部ですね、1章から7章までの内容のシェアに入りたいと思います。私の活動はですね、まずは生まれ故郷の広島県三原市がエネルギーと食料を自給できる、その、まあ、地域になると。で、三原で生まれ育った人が三原に残って、事業を展開できる三原市にするということですね。それを、掲げて、プロジェクトを推進しておりますけれども、まあ、その前提は、三原市民一人一人が自由で幸せな日常生活を送るというところにあります。で、その実現はですね、やはり世界にその国家紛争が起きるような状況では、いつですね、まあ日本もそこに巻き込まれるかわからないと。だから、まあ世界の仕組みを変えると。世界の仕組みを変えるんだけれども、その起点、始まりは、見晴らしてあるという活動を展開しております。このですね、核なき平和な世界を目指す私のプロジェクトは、
まあ、マリコ県の広島県三原市の三原発グローバル産業の中に、まあ、含まれていると。で、このシリーズものとして人類史と世界の仕組みですね。このシリーズで皆さんとシェアさせていただいている内容もすべて三原発グローバル産業の中にですね、組み込んで、おります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。すべての見通す目は、普遍的な主観は普遍的な文化であることを実証する理論量子認知理科学者の下村拓司でした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。